ということで、今日は暑いね。はい、今日は皆さん大好きなドッキリの動画になります。簡単に説明しますね。今はね、これから普通にコストコに買い物行きますと羽ちゃんまりちゃんに言って、買い物してからいきなり遠い旅行先いきなり行くんですね。コストコ買い物に行きます。イエーイ、お菓子買うぞ。マリ、来たかったでしょ。行きたいよ。久々のコストコだね。今日何買う？え、でも家族全員で行くのはあるじゃない。なんで？久しぶりだねってこと。なんで？夏休みだから。普通来ないよね、うん、行かないよね。わかりましたね。夏休みということはこんな感じですね。はい、じゃあ帰りましょう。帰るよ、帰ろう。帰ろう、帰ろう。帰ろうよ。帰ろうよ。写真撮りたいな。待って、ついてなくない？いいじゃん。本当だ、ナビに本当にちゃんと書いてある。あ、あれ千葉県じゃない？さっき言ったわ。千葉県普通市。千葉県じゃないよ、私たちのお家。あっちもいる、道に歩いてたよ。屋根の上からドドドドドドドって行っちゃった。あもう一匹、あもう一匹寝ちゃった。心臓に折れたね。ここどこ、ね、やばいね、はるし。心臓に悪いわこれ。というドッキリでした。どういうこと？はい、おおよそ8ヶ月ぶりの女子の合宿になります。楽しく遊びましょうよ。うわ、景色すごくいい。すごい広い。待って。お、ね、ボードボードある、ホワイトボード、ホワイトボード。何か。あ、和室ある。あ、じゃあ子供たちは和室で寝てください。あ、ちょうどいいやつ。普通のお風呂じゃないでしょ、これもう。温泉じゃん。はい、田中パパは今一生懸命汗だくになってね、はい、バーベキューの準備をしています。はい、これはプロ用の着火剤ですね。
結構がっつりやった方がいいのかな。はい。でもなんかここやっぱ食べるのは室内の方がいいよね。暑いから。あと蚊もいるし。はい。何をしてる？はい、聞こないで。合言葉は I love you。 気持ち悪い。はい、はい、バイバイ。はい、バイバイ。牛タン、美味しそうな牛タンです。うまそう。早く食べたいよな。食べたい。はい、行きます。いい音ですね。これ。って言ってね。お疲れ様でーす。まあ、高級かどうか分かりませんが、ね、一番高いやつ買ってきました。美味しい。やっぱり違う。全然なんか、ね、違うんですよ。友恵ちゃんどうですか、牛タン。いい音だね。おいい感じ、いい感じ。おー、ピーマンもあります。ビタミン C たっぷり入ってるよ。手で。え、虫が。ハネちゃん違うタイプですね。すげえパチパチ言うタイプだ。自分じゃダメだよ。ちょっとめっちゃ煙出るやん。もっと小さいのこれは。ダメ、次ダメ。長い。ここ。見て、雷みたい。すごくない？足りるね。楽しい？楽しい。怪獣なん？こっちの
のが良かったです。心臓に悪い。ということで、今日の花火大会終わりました。はい、2022年花火大会終わりました。はい、また来年。はい、ご視聴いただきありがとうございました。はい。